はいどうもこんにちは、ポルンガ初号機です。久しぶりの動画になりました。皆様お久しぶりでございます。そして明けましておめでとうございますというところでですね、今回はサブ端末が余っておりましたので、普段無課金で阪神純正をやっている僕が、無課金で12球団オーダーを作るアカウントを作成しました。で、見てもらえればわかるように今回260エナジー溜まったので、今回はガチャで72時間限定スタートダッシュスカウトの方を引いていきたいと思います。まあ普段無課金で純正やってて思うところを動画にしていきたいなと思ってるんですけども、まあ無課金で12球団アカウントもやることで、さらに無課金目線の幅広い動画が作れればなと思って、この企画をやっていきたいと思います。まあこの先グランドオープンも控えているので、あんまりガチャを引く機会とかもないと思うんですが、まあどれぐらいの期間でこれだけ強くなったよみたいなところを皆さんに楽しんでいただければなと思います。で、今回なんですが、私自チームソフトバンクで引いていきたいと思います。シンプルにソフトバンクの選手が現在能力の高い選手が多いので、まあその辺を狙って引いていきたいと思います。で、狙いはですね、まあグラシアル選手、柳田選手、モイネロ選手、さらに千賀選手、森選手、周東選手はバレンティン選手でもいいですね。とにかく A 能力がある選手だと嬉しいなと思います。あとは A ランクの枚数ですね。まあ A ランクも1枚でも多く引ければなと思います。それではガチャの方に入っていきましょう。はい、それではガチャの方引いていきましょう。まあできればグラシアル選手とか柳田選手、そのあたりが引ければいいなと思います。じゃあ早速引いていきましょう。頼むぜ、お願いします。まずは演出が大事。好き、待って、自チーム確定、はい、当たり前やん。自チーム確定は当たり前ですね。よし、2枚引きしたい、2枚引きしたいよ。演出渋いな、最初のあのパチンコみたいな演出だけだった。サチコか、いや普通の投手くんだ。 A ランクもできれば枚数を引いておきたいけど、これはもしや幸先の悪いスタートですね。よし、私このアカウント初めての S ランクはこの人です。おお、熱いんじゃないかな。あ、千賀選手嬉しいですね。千賀選手は嬉しいな。オッケーです。プロスペの評価はまた今度しましょう。いいな、ちょっと普通にいい引きしましたね。僕メインアカウントの方だと全然引き良くないんですけど、そうですね、じゃあちょっと今入れた B ランクの、今手に入れた B ランクの方とりあえず全員オーダーに入れていきましょう。キャッチャーとかは普通に B ランクで埋まるのとか嬉しいからな。今宮選手2枚引いてるんだよな。やばい、キャッチャーもめっちゃ引いとる。まあ当面の方は、ガチャもあんまり引くことがないと思いますので、まあ、イベントの累計とかでじりじり、オーダーを強化していきたいなと思います。で、またどれくらいの周期でこの無課金の12球団の方の動画を出すかわからないんですけど、まあ、定期的に動画を出していって、これぐらいの期間でこんだけ強くなりますよっていうのをね、アピールしていきたいなと思います。はい、というわけで現状こういう感じですね。スピリッツ34,500。低いな。じゃあこれが次の動画の時にどうなってるかはまあお楽しみということで、また次回の動画でお会いしましょう。線が引けたの嬉しい。ありがとうございました。